こんばんは。こんにちは。こんにちは。今日はモーニングコンパスありがとうございました。見てくださって。年内最後だったんですけれども、今日はね、田中さんがいなかったんです。ちょっと悲しかったです。すいません。今日はモーニングコンパス眠くない。今日はね、今日はあんまなんか眠くない。でも夜やばそう。もうすぐ眠くなりそう。こんにちは。なんと明日サイレントが最終回です。もう私は本当に、いやもう悲しい。どうしよう。どうしよう。サイレント、私が毎週楽しみにしていたサイレントが終わっちゃいます。こんなに悲しいことありません。オリコンの日は何時くらいに寝るの？昨日は12時前くらいには寝たんですけど、でもなるべく何もない日は10時くらいにお布団に入りたいなと思ってるけど、なかなかね、寝れないですね。直前スペシャル、そうなの？待って、知らない、やばい。もうさ、どうしよう。ちょっとごめん、本当に見てない人には申し訳ないんですけど、もう本当に私こんなにハマったドラマ久しぶりで、もう毎週本当に楽しみにしてて、でもなんかみんなも一緒に見てくれてる人も多くて嬉しい。共感してくれて。どうなっちゃうんだろう。なんかさ、そのドラマの収録してたのが本当にもう最近までやってたっぽくて、ツイッター見る感じだから、先週のさ最終回の1個前の次の最終回の予告が何もなかったからさ、ああそういうことかと思って。結構みんな一緒に見てくれてて嬉しい。いやもう私最後サブタイトル流れた瞬間本当にちょっとやばいかもしれない。号泣しちゃいそう。
見る見るって言って見れてない。いやなんかね、そうだよね、多分そういう人多いと思う。私めっちゃ勧めてるけど、みんなになんかそれから見たよっていう人あんまいない。でもドラマってそういうもんですよね、途中からだと。なんか鳴ってる。なんか鳴ってます。お久しぶりです。今なんとか中で病院から見てます。テクテク散歩見ます。ありがとう、嬉しい。テクテク散歩見てください。で、あー、まあちょっと今はあれなんですけど、最終回のバチコ見ました。 YouTube、 あ、私 YouTube まだ見てない。YouTube まだ見てない。見なきゃ。千葉県の初詣はやっぱり成田山行くの？成田山、え、今年の初詣成田山だったかな。あ、去年だっけあれ。じゃあ去年だ、去年の初詣成田山行きました。今年はちょっと違うとこ行ったんだけど、去年は成田山行って、でも私はそう、おばあちゃん家が愛知県なので、あの熱田神宮とかよく行ってましたね。むしろそっちの方が多かったかも今まで。熱田神宮めっちゃ好き。でも人が本当にめちゃくちゃ多いんですよ、大きい神社だから。だからね、ちょっと歩くの大変なんだけど、でもすごい。あ、この髪の毛意味わかんない。おすすめです、熱田神宮。今週の土日はクリスマスはお話し会なのでとっても楽しみです。でもな、なんか私的にクリスマスはライブとか、なんか1日ライブとかしたかった。24にライブして25にお話し会とか良くない？ま、でもね、土日のこと珍しいし良かったですけど。そう、名古屋の七瀬ちゃんの YouTube 見ながらお酒飲むの楽しい。お、嬉しい。こちらがサンタ的なコスプレするのはありですか？ありです。この前さ、波動の時になんかアーニャのコスプレしてる人がいてめっちゃおもろかったわ。でもなんかその人すっごい目立ってて、やっぱピンクの髪の毛だから、多分ゆいのファンなのかわかんないけど、でなんかトイレとか行く時もすっごい目立ってて面白かった。
配信でも見つけ配信でも見つけた。アーニャできたのかな。確かにああいうのってさ、なんか握手会とかでもコスプレとかしてる人とかさいるけど、どこで着替えてるんだろう。家から着てたのかな。今日はモーニングコンパスでなんか初めて新聞を読んだんですけど緊張しました。もう今年は年内最後だから絶対噛まないぞって思ったら噛みました。マジですごいアナウンサーの人ってなんであんなにスラスラ言えるんだろう。で私もお天気お姉さんやり始めてからまだなんかまだねこう前よりはうまくはないけど慣れてきたけど、やっぱアナウンサーの人って素晴らしいですね。本当に尊敬します。かっこよすぎる。私はもう毎日尊敬してます。おとといの看護師さん七瀬さんにでテンション上がりました。高校の先生以来2人目。あ、私に似てる人、私マジでなんか七瀬に似てる人いるみたいなたまに言われるんですけど、なんかそのなすなかにしの中西さんがすごい元カノに似てるって毎回言われるんですけど、それなんかよくいろんな人からマジで言われるんですよ。なんか元カノに似てる。どういう気持ち、ちょっとすごい複雑な気持ち。元カノ顔。元カノ顔らしい。皆さんの周りにこんな顔の人いますか？生きてきてナンセみたいな人見たことがないです。
今日髪の毛意外とうまくいった気がする。ナンセの画像を AKB 知らない友達に見せたら可愛いって言われた。嬉しい。あれ今日何日？20日？20日かも。あ、今日21だわ。あれ ?21?22、23、24、25、 あと3日でクリスマスだよ。3日4日でクリスマスだ。早い。クリスマス感ないなくない？今年マジで。21か、早ってことは私の誕生日から8、9、10、11、12、5ヶ月経った。やばい、早い。好きなクリスマスソング、なんだろうな。好きなクリスマスソングは、好きなクリスマスソングなんだろう。ちょっと考えておきます逆に何ですか？みんな「サンタクロースがやってきた」なんだっけそれ。ノエルの夜、AKB だよね。バックナンバー、バックナンバーめっちゃ定番。待って気づいた頃に終わってた。やばい、ありがとう、ごめんこっちずっと見てて。ビーズのいつかのメリークリスマスが好き。知らないな。メリクリ、メリクリ好きかも。メリクリあんま知らない。クリスマスソング時はめっちゃ行く。カラオケででもクリスマスソングなんて歌わないわ。あなたとクリスマスイブ、うわ懐かしい。あれ AKB だよねそれ。パーティーのやつだよね。懐かしい。AKB だと予約したクリスマス。マジでさ、なんだっけ、クリスマスが今年もやってくるの歌詞がいまだに、あれこの前も言ったよね。これ
楽しかった出来事を消し去るようにっていう歌詞だと私は思ってるんですけど、絶対違うじゃん。そんな怖いクリスマスソングある？楽しかった出来事を消し去るよ怖っ。なんで楽しかった、悲しかったことかな。え、ちょっと誰か調べて。悲しかったことを消し去るようにかな。やっぱ悲しかったのな。悲しかった、楽しかったって聞こえてた、ずっと。楽しかった出来事、あとロマンスの神様も好き。でもロマンスの神様はクリスマスソングじゃないか。友達に7センチを教えてチャンネル登録させておいて嬉しい、ありがとう。ちょっと今週の動画まだ出来上がってないので、やばい、ピンチです、ピンチピンチ。去年六本木のオフィスでエイトで恋人がサンタクロース歌った。なんか二人ずつ歌う感じで、でなんか私セリカと一緒だったんだけど、全然知らなくて、その曲歌ったことなくて。で本番前にめっちゃ練習したのに、なんか本番ド忘れしてめっちゃ曖昧になっちゃって、セリカがリードしてくれた。せっかくだからね、いろんな髪色とか髪型にしたいけど、ショートにはできない。ちょっと勇気がいるわ、ショートは。なんかマリアとかがさ、ここだけ染めるみたいなやってたじゃん、インナー。あれもやりたい、あれも可愛いなって。ショートね、ショートやってみたいけど、まあ今エクステとかあるし失敗できるけど、ショート休憩、え、なんかボブはあるけどショートはないかも。でもチームエイト時代ではないです。波動のアクステートとのアクスタ届いたってか、この前もらった。私のボールちっちゃいんだよね、なぜか。
最近ロングの子少なくなった。そう、そうかな。少々さんのエア食料。じゃあサラサラだから。だけど女の子ってそれだけでも可愛い。ありがとうございます。12位はサンさん、ありがとうございます。9位はネコトラメアトマーク40オッパさん、ありがとうございます。6位はノリアトマークダンコ7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はユーバーシリーさん、ありがとうございます。ミンティーアトマーク大西グワノアさん、ありがとうございます。2位はありがとう、またやるね。See you.